おはようございます。おはようございます。ガテムさん、おはようございます。あやこさん、太陽さん、おはようございます。高橋さん、おはようございます。みーちゃん、おはようございます。おはようございます。ともこさん、うなさん、おはようございます。ルルさん、アリエルさん、おはようございます。今日は雨が止みました。ちょっと1時間ぐらいまでは大雨が降ってたんですが、雨が止みました。ほとんど止みましたね。でもまあ曇ってますが。外に来ることができました。さつきにゃんさん、おはようございます。かいさん、はい、おはようございます。昨日の礼拝いかがだったですか。みーちゃん、日曜礼拝良かった。あ、そうですか。はい、実はね、昨日重かったんですね。新天皇の即位パレードがありました。ですから、まあ、信仰霊的にはですね、霊的には非常に、まあ、重いと言ったら皆さんなかなか理解できないかもしれませんが、霊的な戦いで、私たちは霊的な戦いをしています。ですから、まあ、今日はだいぶ楽ですね。昨日は少し重かったです。納豆さん、おはようございます。ルーさん、一昨日から部屋で BGM として賛美歌を流していますが、部屋の空気が浄化された気分になります。アメン、アメン。それは素晴らしいです。もうそれだけでですね、霊的な守りと言いましょうか、霊的に、いいのです。ぜひ、続けてみてください。私たちはこの、悪魔の国、地獄のような悪魔の国で神の国を求めます。フロマージさん、おはようございます。悪魔が支配しているこの世の中で、私たちがイエス様の支配を求めます。イエス様の、まず私たちの心が神の国になりました。イエスキリストを信じるというのは、私たちの心が神の国になるということです。そして私たちは神の国を広げます。伝道するということは、神の国を広げるということですね。祝賀パレード見たらダメだったんですか。まあ、私も日本人ですからその気持ちは分かりますが、しかし、皆さん、アジアの人たち、まあ、全員じゃないですけど、アジアの人たちとか、もしですね、戦死した人たちが、見たらどう思うか。私はですね、アジアの人たちは喜ばないと思います。天皇陛下万歳という声で、アジアの人たちは苦しんだわけです。また戦死した人たちも、天皇万歳と言って死んでいきました。彼らは今それを見てですね、喜ばないんではないかと思います。ヒットさん、ハレリア。アイポンさん、おはようございます。カイさん、初めて牧師の礼拝を見させていただきました。いつもより真剣な牧師の姿に感銘を受けました。そうですか。礼拝の時はちょっと特別ですね。礼拝の時は油注ぎが強いです。みーちゃん、戦争が起こるって意味ですもんね。そうですね。天皇陛下万歳ということは、天皇、戦争を肯定化していることですよね。戦争を肯定化しています。でも私たちはあの戦争を肯定してはいけません。あの戦争を否定するべきです。アジアの人たちを苦しめたことを否定するべきです。日本が危うく滅亡するところでした。まだ敗戦が長引けば、
日本は、もう本当に滅ぶような、日本の国がなくなるような状況だったんです。ですからあの戦争を肯定してはいけません。あの戦争を否定するべきです。ごまちゃん、おはようございます。今日はですね、昨日のタイトルとちょっと似てるんですが、天国を一心に見つめる、天国を一心に見つめるということですが、そうですね、どういうことかというとですね、まあ、今、この世はいろいろ問題があります。もう今日もニュースちょっと見たら、原発の問題とかね、原発の問題、それからいろいろな災害の被災地の問題、汚職の問題、政治家の汚職の問題、まあ本当に、世の中は、本当にまあめちゃくちゃになってるような、めちゃくちゃのような世の中です。健吾さん、おはようございます。ですからなぜ世の中がこ うまくいかないかということの一つの理由は、神様は私たちが、天国を思いなさい、天国を思いなさいという御言葉がありますが、この地上と比較しなければなりません。多くの人は地上しか知らない、地上のことしか知らないので、この地上が腐敗に満ちているならば、失望、絶望しかありません。しかし私たちはこの地上のことだけではなく、天国のことを知っています。天国のことを知っていますから比較することができます。地上と天国、地上と天国、私たちは、天国を知っているので、この地上がどんどん悪くなるということも知っています。聖書の黙示録によると、この地上はもっともっと悪くなる、破滅に向かっています。そういうことで、もし私たちが天国を知らないならば、絶望していくしかないのです。この地上のことしかもし知らなければ、この地上をずっと見続ければ、絶望していくしかないんです。なぜならばこの地上が、滅びに向かっているからです。しかしもし私たちがイエス・キリストを信じて天国を信じるならば、天国を信じるならば、私たちには希望があるんです。たとえこの地上が滅んでも、この地上が滅んでも天国に行くという希望があります。ですから、皆さん、天国を、待ち望んで、天国を見上げようではないでしょうか。桃次郎さん、おはようございます。雨はですね、かろうじて止んでいます。パウロは言いました、ね、上のものを求めなさい、上のものを求めなさい。上のものというのは天国のことなんですが、私たちの、霊的な力、霊的な力は天国から来るんです。聖霊様は天から、ね、天から与えられます。神の愛、天国の平安、天国の喜びは天国から来るんです。ですから上のものを求める、それが信仰なんですね。肉というのは欲望というのは、このようなものを求めます。このようなものを求める、それが肉です。多くの人はこのようなものを求めています。しかしそれは益とならないと書いてあります。肉は何の益も与えないと書いてありますね。しかし上からのもの、上からのもの、それは永遠の命であり、本当の喜びであり、そして、永遠の平安があります。イエスさんもおっしゃいました、地上に宝を蓄えないで天に宝を蓄えなさいとおっしゃいました。宝のあるところに心がある、
宝のあるところに心があるということですね。つまりですね、お金を貯めた人はこの地上に心があるということです。しかし私たちが天に宝を蓄えるなら、天に宝を蓄えるというのはですね、信仰的な、ことをするということですね。信仰的な善を行う、信仰的な、善を行う。そうするならば天国に宝を積みます。そして天に宝があるならば、私たちの心は天にあるということですね。私たちの心がどこにあるか、地上にあるのか天にあるのか、地上にあるのか天にあるのか。私たちはこの地上が滅ぶということを知っていますから、私たちの心は天にあるべきではないでしょうか。春樹さん、キューちゃんのおっしゃった通り、妻の乳がんの治療をやめ、主治医をイエス様に変えました。これで完治してくれますよね。そうですね、春樹さん、ちょっと個人的にですね、もう少し、状況を教えてください。一緒に祈りますよ。みーちゃん、天を求めたら生きるらしい、肉を求めたら死ぬらしい。そうですね、肉の思いは、死だと書いてあります。しかし、御霊の思いは命と平安、命と平安とあります。この地上のことは悪魔が支配しているので、それは、死に至る悪魔の匂いがするということですね。この地上のものは悪魔の匂いがする、この地上のものは、滅びるものだということです。しかし私たちはイエス様が天で来られて私たちに、永遠の命をくださいました。ですから私たちの心は、天の御国になり、そして私たちの心は天に向くようになりました。ですから、兄弟姉妹の皆さん、私たちは、天国を一心に見つめましょう。天国を一心に見つめるのです。この地上は滅びます。しかし天国は永遠です。天国は永遠です。私たちは、天国を一心に見つめて、私たちの、目標です。私たちの人生の目的、この地上は人生の目的ではありません。私たちの人生の目的は天国です。ですから天国を待ち望みます。はい、そうですね、フロマージュさん、お友達も天国に行けるようにこの配信を紹介しました。この配信を見ると思います。アメン。お友達も天国に行けるようにこの配信を紹介しました。よかったですね。それは伝道ですよね。この放送を紹介するだけで伝道になりますね。この放送を紹介するだけで伝道になりますよ。カイさん、最近ずっと恐ろしい夢ばかり見てます。サタンの仕業でしょうか。悪夢はですね、大体悪霊ですね。悪霊、悪霊を追い出す祈りがありますので、カイさんご自身でやるならばですね、悪夢の悪霊を出て行け、イエスキリストの皆によって、皆というのは名前ですね、イエスキリストの名前によって、悪霊を出て行け、悪夢の悪霊を出て行けとですね、悪霊に向かって叫んでください。そうすれば悪夢を見なくなります。見なくなるまで、
続けてみてください。脳の電気信号だけをデータとして捉え、そのデータを人とするイカれた考えどう思いますか。私たちは霊という考え方がありますね。だから、私たちはその、私たちの肉体が私たちではない。私たちの肉体が私たちではなく、私たちの、肉体の中にある霊、霊魂って言ったらちょっとね、霊魂が私たちだと思います。単なるデータではありません。なおさん、おはようございます。はい、みーちゃん、脳の肉体のデータじゃなくてスピリット精神魂。そうですね、私たちはデータではないのですね。私たちはデータではなく、私たちは霊魂があります。肉体の中に霊魂があって、肉体は滅びます。肉体は滅びますが、私たちは、私たちは天国に行けばまた新しい天国の体がもらえます。そして、天国で永遠に生きることができます。また霊魂が地獄に行けば、霊魂が地獄に行けば永遠に苦しむことになります。ですから皆さん、私たちは天国か地獄に永遠に生きることになります。しかし地獄で生きるというのは、苦しんで生きるということです。天国で生きるということは喜んで生きるということですね。ヒトさん、自爆霊を追い払う方法ありますか。ありますよ。イエスキリストの皆によってですね、追い払ってください。イエスキリストの皆によって悪霊を出ていけと、この地面に向かって、地面に向かってまた自分の部屋の中でイエスキリストの皆によって悪霊を出ていけと叫んでください。叫んでください。しかしイエス様を信じてやってください、ね、イエス様を信じないでやるのは危険です、ね、イエス様を信じなければ悪霊にやられてしまいますから、イエス様を信じてからやってください。ユウさん、おはようございます。パニジオンさん、おはようございます。まあその自爆霊っていうのがね、まあこの世でいう自爆霊と、まあ私たちが言う自爆霊が、違うかもしれませんが、この地を呪う霊というのはあるんですね。カリスマ派ではですね、この地域に支配する霊というのがあります。その地域を解放する必要があるということですね。私たちが、歩くときに、ね、プレイヤーウォーキングというのがあって、この祈りながら歩く方法があるんです。その時に私たちはそこの、地域を支配している悪霊を追い出しながら歩きます。カイさん、自分の容姿が結構気に入っているのですが、天国に行っても体は自分のままですか。カイさん、自分のままですが、それ以上ですね、それ以上素晴らしくなります。みーちゃん、部屋に十字架のクロスを作りました。それも魔除けになるのかな。勝手に作っていいの。勝手に作っていいですよ。まあ、魔除けとしてではないですが、部屋に十字架を置いてもいいと思いますね。それは十字架に感謝する、十字架を誇るという意味で、まあ、お守り代わりではなくて、ですね、
その十字架を覚えるということで置いてください。なおさん、今日も生活のところどころにイエス様のぬくみを感じられる一日になりますように。いいですね、生活のところどころにイエス様のぬくもりを感じられる一日、いつも感謝をして、いつも、喜んでください。キューちゃん、調子はどう？あ、調子いいですよ、調子いいです。あゆこさん、天国ではブサイクもイケメンもなく、みんな平等ですか？みんなイケメンになります、ね、みんなイケメンになります。ごまちゃん、いってらっしゃい。地獄に行ったらみんなゾンビになりますね、地獄に行ったらみんなゾンビになります。しかし天国に行ったらみんな、美しくなります。みんな美しくなります。それではですね、明かしタイム行きましょう。明かしタイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、地上に期待しないで、地上のものに期待しないで、天国に期待するようになった証、天国に、天国のから良いものが来るということが分かってきた証、信仰によって天国のものを受けるようになってきた証、天国に心があるようになった証、人生の希望が、人生の希望が天国になった証。スタート、スタート、スタート。ルーさん、目指せ天国、目指せ天国。アメン。カイさん、毎日どこかしらで嫌でひどいニュースばかり、この世より、この世よりも天国を望むようになりました。アメン。そうなんです。なぜこの世が、ひどいニュースばかりか、それは神様が、天国志向にするため、天国を、その望むようにするためにこの世は悪くなってきてるんですね。虫をやっつけることは悪いことですか？私はゴキブリとか蚊を殺します。クモとかゴキブリとか蚊を殺します。それは全然悪いことではないと思います。みーちゃん、ちょっとずつ考えが変わってきてる、天国に行けるといいな。はい、もう何が何でも天国に行きたいと思ってください。なぜなら天国に行かないということは地獄に行くということですね。天国に行かないなら地獄に行くんですから、当然天国志向になるべきです。多くの人は天国のことを信じませんということは地獄に行くということですね。多くの人は知らず知らず、知らず知らず地獄に行きます。もう地獄に行ってからでは手遅れなんですね。地獄に行ってからでは手遅れです。ジデオンさん、やはり天国、天皇のパレードを見に行った人は呪われたのでしょう。天皇を、ね、天皇を、なんて言うんでしょうかね、崇拝するならば、天皇を崇拝するならば、偶像崇拝になります。偶像崇拝するならば、神様から、嫌われるでしょう。地獄に行ったらどうなるんですか？地獄に行ったら、永遠の火の池ですね。火の池。ですから、もう、
自己から出れないという絶望、永遠に苦しむという絶望、死ぬことができないという絶望、もう口では表現できないほどの絶望です。岩桃さん、早く天国に行きたいです。アメン。ナオさん、イエス様に嫌われたら悲しいな。そうです、イエス様に嫌われたらとんでもないことになります。ですからイエス様に聞き従いましょう。イエス様を愛しましょう。イエス様を愛する、それはイエス様の教えを愛するということです。兄弟姉妹を愛するということですね。イエス様に嫌われないようにね。もちろんイエス様は私たちを愛しています。私はあなたを知らないと言われる時があるんですね。私はあなたを知らない、だからイエス様に知らないと言われないようにする必要があります。カイさん、天国には法や秩序はありますか？悪い人はいないんですか？もちろん天国は天国の秩序があります。悪い人はいないんですね。悪い人はいないし、罪はないし、嫌なことが全くない世界、嫌なことが、全くない世界なんです。この地上は、悪だらけですから、悪のない世界をちょっと想像できないですが、想像できないんですが、あるんですね。あるんです。また地獄は悪だらけですね。地獄にいいことが全くありません。地獄はいいことが全くありません。もう全てが悪ですね。全てが悪。そんなとこに行ってはいけません。ナオさん、知らないと言われることあるの？それは怖い。そうでしょ。イエス様に知らないと言われたら、もうそれは地獄しかないのです。ですから私たちは今イエス様に聞き従いましょう。みーちゃん、もっと天国志向になって信仰を実践します。そうです。天国志向の志向はね、志に向かうということですね。まあ、こっちの志向も悪くはないですが、天国志向で天国志向天国志向で天国志向、天国志向になりましょう。天国に行ける確率ってどのくらいですか？それは確率じゃありません。自分で選ぶことができるんです。天国に行きたい人はイエス様を信じれば行けるのです。信じなければ 100% 天国に行けないのですね。イエス・キリストを信じなければ 100% 天国に行けないのです。地獄から天国への逆転ありますか？一旦地獄に、裁かれて一旦地獄行ったら、もう逆転はないです。地獄では釜で煮られるんでしょうか？そうです。地獄では、火の釜で、まあ、ヨガみたいな火の釜で煮られるんですね。熱いですよ。熱い。太郎さん、私の住む栃木県真岡市で今朝リバイバルがありました。わお、どんなリバイバルでしょうか？どんなリバイバルでしょうか？カイさん、では犯罪者や心の汚い人では天国を信じ行きたいと願えば行けてしまうんですか？イエス様を信じなきゃダメですね。悔い改めてイエスキリストを信じて、イエス様の弟子として歩まなければ天国行けません。イエスキリストを信じるということがとても大事なポイントなんです。太郎さん、神はどんな人間にも平等なはずではありませんか？神は平等ですが、人間が選択するんですね。イエス様を信じるか信じないかという選択があるので、神の方は平等ですね。釜で煮られる時のスープは何ですか？火ですね。火のスープですね。火のスープ。
地獄には赤鬼がいるんでしょうか、青鬼がいるんでしょうか。両方います。いろんな悪霊がいます。いろんな悪霊がいます。なおさん、イエス様を信じてるし愛しています。でもかぼちゃお化けも好きというのはダメでしょうか。もしイエス様に従うならば、その捨てなきゃいけないものは捨てなきゃいけません。変えなきゃいけない考えは変えなきゃいけないんです。もしイエス様が喜ばないようなことを信じているならば、それは本当にイエス様を信じていることにならないのです。イエス様を信じるというのは半分信じればいいということじゃないんです。全面的に信じなければなりません。全面的に信じ、例えば、お金も愛するしイエス様も愛するということはダメだということですね。偶像崇拝もするし、ね、イエス様を信じる、これではダメなんですね。本当にイエス様を信じるっていうのは、偶像崇拝をやめて、欲を捨てて、不信仰を捨てて、そういう罪をやめてこそ、罪をやめてこそ信じるということで、罪をやめなければ信じることにならないんですね。みかんさん、いつも感謝してます。太郎さん、地獄には本当にエンマ様いらっしゃるんですか。エンマという人がね、裁く、地獄に行くかどうか裁くというならば、イエス様が裁き主ですね。エンマではなく、イエス様がその人を裁きます。どれほどの罪を犯したか、どれほどの罰を与えるか、それはイエス様が決めるんです。カイさん、牧師では、イエス様を、そして天国を信じることを知る前に亡くなった方は天国に行けないのでしょうか。そうなんです。それはかわいそうです。とてもかわいそうですが、だからこそカイさん、生きてる人に伝道して、生きてる人に伝道して天国に行けるようにしなければなりません。今たくさんの人が死んで地獄に向かっているんです。深刻なことです。ですから皆さん、一緒に伝道してください。一緒に伝道して地獄に行く人が亡くなるようにしましょう。みーちゃん、罪を犯したら不自由になるし、罪は犯さない方がいいらしい。アメン。ジデロンさん、やはり 99% の日本人は地獄行きでしょうか。今現在そうです。今本当に、残念なことに、今現在は 99% の日本の人たちは地獄に行きます。でもまだ間に合うんです。まだ伝道して、少しでもですね、少しでも救わなければなりません。これは本当に悲劇です。深刻なことです。もちろん、ね、99% の人が天国行ったとしても、 1% の人が地獄行くならば、その 1% の人は悲劇です。残念なことです、ね、ですから一人でも天国に行くように、私たちは伝道する必要があります。カイさん、なるほど。だから牧師はより多くの人に伝道しようと毎日励んでいるんですね。アメン。そうです。みーちゃん、いろんな悪霊を悔い改め、きれいにならないと悔い改めます。アメン。なおさん、急には無理でも少しずつでもイエス様に従っていきたい。その通りです。私たちはすぐに完全にはなりません。でも一つ一つ悔い改めて、一つ一つ悔い改めて、イエス様に喜ばれる生き方を求めましょう。プロテスタントの信者以外は地獄に行くと思っていいですか。カトリックの方でもね、天国行く人はいると思います。ただカトリックは間違った教えがあるので、天国行く人は、少ないと思います。太郎さん、
春樹さん、奥様の主治医がイエス様になったことを喜んでいます。私も埼玉医大からイエス様にしたいと思います。アメン。太郎さん、まずですね、春樹さんも太郎さんもまず奥様が、救われるようにまず、伝道してください、ね、まず救われることが大事です、ね、救われることによって、まず救いの方が大事だということですね。はい、それでは招きをしましょう。今日の放送を見て、今日の放送を見て、今まで地上のことばっかり考え絶望だったけれど、もうこの地上に嫌気をさしていたけど、天国を知って、天国を知って天国に希望を持ちたい、イエス様を信じて天国に行くという可能性を持ちたい、イエス様を信じたい、イエス様を信じて、この地上が滅びても天国に行くならば、天国に行きたい、そう思う方、アメン、アメン。ヤギさん、イエス様を祝うパレードはありますよ、8月15日にジーザスレインズがありますね、ジーザスレインズはイエス様を祝うパレードですね、ジーザスレインズです。ワロリさん、イエス様が、食べ物を与えてくれますから祈ってください、ね、イエス様、食べ物をくださいと祈ってください。愛子さん、バイト行ってらっしゃい。アメン、アメン。アーメンでも、アメンでもどっちでもいいですね。アーメンを強調するとアメンになります。アメンは強調形ですね、強調形。本来はアーメンですね、アーメン。天の父様、多くの人は失望しています。この地上には希望がありません。この地上は、失望だらけです。この世は失望だらけです。希望がありません。どこもかしこも、どこもかしこも、ここも希望がありません。それは悪魔は決して希望を与えないからです。あったとしても嘘の希望です。この世には嘘の希望しかありません。本当の希望は全くありません。悪魔が嘘をついて偽物の希望を与えているにすぎません。しかしイエス様は本当の希望を与えてくれます。天国は現実です。天国は現実です。どうぞ今アーメンと言った方々が本当の希望、本当の希望、天国こそ本当の希望です。イエスキリストを信じて、イエスキリストを信じて、神の国に入り天国に行けるように導いてください。そして天国に行くために私たちはイエス様の教えを学んで、清く正しく、清く正しく天国にふさわしいものに変えてください。地獄にふさわしい生き方から、天国にふさわしい生き方に作り変えてください。すべての罪を悔い改め、すべての罪を悔い改めて、イエス様に従っていきます。イエス様に従っていきます。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン、アーメン。カイさん、祖父母の葬式の時に親が言っていたおばあちゃんは天国で眠っているよというのは嘘だったんでしょうか。そうですね、多くの人は死んだらみんな天国に行くというけど、そうではありません、普通の人が死んでも天国に行きません。残念ですけど、イエスキリストに会って永遠の命を受けて、永遠の命を受けて天国に行けます。はい、それではですね、今晩7時またお会いしましょう。動物は天国行くんですか。アリエルさん、
クリスチャンのペットは行くらしいですよ。クリスチャンのペットは天国行くらしいです。春樹さん、妻がイエス様の治療で早く完治しますよ。それではまた夜7時にお会いしましょう。ありがとうございました。シャロン、シャロン。天国に心を向けてください。イエス様に心を向けてください。シャロン、シャロン、シャロン。